つまり感染性のものが外に出てからこそウイルスであってああいう膜がこう外に出ていって外に出ていくからこそウイルスの粒子として見えるわけでじゃあそんな不完全なものはないかというと実はある細胞の分子を潰すとこういう不完全なものができます。でちょっと細かいスライドですがウイルスはこうやって外に出ていく段階で。 何かものを使っているんじゃないかということをみんな考えました。であの後で細かい単語を紹介しますがこういういくつかの分子を使ってるということが分かってでそれは全部タンパク質です。でこれはカスケードになっててエスコート0から123。 でそれは膜をちぎるというものの分子です。でこれ内科の教科書に書いたそのものなんで、ワンが来てツーがきて、でそこに膜に環を作って、そしてここをちぎっていくということを、えー、書いてあります。でこれをイメージしてみると、実は HIV の、えー、タンパク質がワンに結合して、でこういう分子をつってきて、そしてここをちぎるということが 質がに重要なんですがもしこの,この分子を潰すと HIV は外に出ていきます。全く同じことが、えー、このエスコートという分子を潰すと細胞質が分裂する場合につまり2つの分細胞が分裂する場合にここでで細胞質が最後ちぎれるんですねその過程と全く同じ分子があの誘導されていますと。全く同じように エンドサイトウイスで物を取り込んでその分子がリソソームというところで破壊される場合にこの膜がちぎれる過程で MVB というマルチベジクラーボディというものができますがそれが有利されるときに膜がちぎれるんですがそれも同じこの分子が働いているということが分かりましたつまりこれとこれとこれという細胞のまあこれは細胞の現象ですね こちらはウイルスの現象ですが全く同じ分子群が働いているということが分かって、えー、まっ、あ、く同じ分子,分子群が働いているわけですからちょっと薬は作りづらいですが細胞生物学としてはこういうもともと,もとの、えー、分裂の分膜をちぎるというものをウイルスは利用しているということが、えー、新たに分かりました。ももちろんこういういのを、えー 我々レトロウイルスの研究者は喜んで話を聞いていますで、こういう意味でエイズウイルスは人の細胞繊維子を100種類以上使って増えているということです